2時半までじゃないよ、24時ね。こんばんは、おはたむ、こんたむ、おちたむ、どうもどうも。うん、よいしょ。あ、洗濯機直ってよ。すればお昼ぐらいに来てくれて、修理の方が直った。なんかなんだっけ、訓練版みたいな、なんだっけ、なんかそんなやつが壊れて出たんだと思う。交換してくれて、それで直った。めっちゃ普通について洗濯機回してよ今日。配電盤か。そう、それ治った、治った、よかった、本当に。で、洗濯物は多分デニムが色落ちして、なんか結構割と大丈夫だったんだけど、他の洗濯物は大体は、あのピンクのパーカーがちょっとなんかところどころなんか、あの黒、青、黒、青みたいなところどころちょっとなってた。悲しいよ。ピンクのパーカーが気に入ってたのに、 X ガールのピンクのパーカー、そうそう、前に買ったやつなんだけど、見たことない、私がピンクのパーカー着てるの、あれが色移りしてた、最悪。普通に洗濯したりしないのよ。だからもう一回、あのそういうのも一緒に洗っちゃってて、最近気にしてなかったんだよね。最初の頃は気にしてたんだけど、もう色移りしたことがなかったから、おいやと思って、そういう時に限ってしまっちゃうんだよな、蓋が。チャラさん、ファンレベル19、あいつです、あいつ、二度目の方ありがとう、こんばんは。よいしょ。洗濯機の電源、基板、こうしよう、電源基板なのかな、なんだっけ、さっき言ってたの、なんだっけ、あの、なんか、ハイテッパーだっけ、それなんか、交換してくれた。エミさん、ファンレベル18、あいつます。ありがとう、こんばんは。二度目の方もありがとう。今日髪ツヤツヤ？嘘でしょ？一週間。これ、違う？嘘違う？今日は、で、それ、修理終わった後に、ね、あの、展示会行ってきて、時間あったから、夕方？夕方じゃない？夜帰ってきて、配信9時半くらいからするか、と思って、1時間寝ようと思ったら、2時間くらいで、あの、めちゃ寝てた。私疲れた今日。いろいろ、いろいろしたから。いっぱいだでもね、不幸ね。飲んできた。なんでそこで、え、もう疲れてさ、めっちゃ眠かったのよ。めっちゃ眠かった。こんばんは、どうも。え、ケンケン売り切れだった？そうなの？ワールド水業者、それ違う違う。こういうデザインなのよ、これ。最初この服。めっちゃボロボロの。初めて来た。後ろの、穴だらけ。ボロボロ、ボロボロなシャツ。こういうやつ、返しよ。新しいやつ。これは、これなんかね、ずっとなんかラフォーレにあるお店で、ずっと気になってたお店だって、ちょっと高いのよね、ここ。私的には。このシャツ1万何円ぐらいですか？ 1 万千とかだったかな。ラフォーレのグランドバザールってことか。これなんかね、ここにさ、これちょっとまくってるけど、ここもボロボロで。ねえ。ここにさ、この、ボタン通す穴があるじゃん。左手。でも、右がなくって、これ。別に、いいかなと思って。最悪、自分で切って、なんか、やったらいいかなと思って。なくってさ。だから、50% オフだった。
グランドバザールっていうさ、ラフォールの大きいセールがあって年2回とかやってるやつ、なんかプロモーション50% オフだったから買っちゃった。確か 50% めっちゃ安くて、これかわいい、かわいくないこのシャツ。涼しくなったら着ようと思ってて、今日着た。ボロ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 シャツ。分かった、どういうこと？朝から並ぶやつ、え、全然並んできてない。とぼとぼあったのこれ。かわいい。うん、そっち止めてもかわいいけど、結構長いのよね、これ。だから、出ないから手が。おおって。結局いらなかった。穴開けなくても大丈夫だった。早くここ。ないからさ、通せないからボタンが。え、ここ、切って。ボタン通せるんでしょうかと思って。安かった。50%オフで。ブランドコース。めっちゃ可愛いの、でもここ。ちょっと高いけど。それもクレイジーシャツ。クレイジーシャツ何クレイジーシャツって先の入り、わかんない。ラッコさんがフォローしましたじゃないの。初見ですじゃないよ。違うでしょ、あいつはそうでもないけど、今日の。あとね。なんか髪の毛なんとなく外生えにした。じゃあこういうちょっと小さとって今日見かけてないとか、ちょっとここのさ横の髪を前に持ってきたウルフっぽくなるからとしてうまくいかなかった。うまくいかなかった。あんたウーさん変な人が来た時ウーさんめっちゃ気になってたよ、廊下が。音がするじゃん、すごい。いやね、扉の前でなんかめっちゃそわそわしてた。誰がいるのみたいな。気になったよね、ウーさん。ママは何だな、ポケットだけ色違って、サイド色違うやつがクレイジーシャツ。左右一緒、ボロボロのだけシャツ。後ろかわいい、あのここもかわいいんだけどね、ここ曲げてるから、でもなんかそうボロボロのそういう格好のやつ、ボロボロのシャツです、かわいい。ママ、うん、今日展示会行ったからね、結構服頼んじゃった。メリージェニー、私の好きなリジーってとこだと、あとジュエって最近好きなの、ジュエティってところでも頼んだ。ジュエティなんかいっぱい頼んじゃった。カンタムーン、カマモーン、もどうせまたエンジュがいいよね、エリがでかいやつ。あの、エリ好きのなんかブラウスは買った。ワールドオークスなんだっけ、そうメリージェリーのクロスと何かな、スカート買った、スカート黒いスカート2着でも形が違う、かわいい、かわいかった、かわいかった。あと靴とで、こういうシャツ、ちょっと長めのワンピースみたいなシャツとニット買った、めちゃかわいかった。かわいいけどおばあちゃん家には着ていけないから心配されちゃう。どうしたろうって、ちぎられたろうって言われちゃうか。いや、こういうやつなのよ。やっぱ原宿や渋谷で服を買うこと、ラフォーレはたまに行くかな、たまに。でもグランドバザールで久しぶりに行ったかも、買い物したの。なんか病院行った帰りになんかラフォーレ行ってちょっとウィンドウショッピングして帰るっていうのはしょっちゅうするけど、しょっちゅうするけど。エンジェク無事だった、ムカつく、なんでピンクのさ、あの私のパーカーはちょっと色移りしててそっちは無事なの。チアさんあったっけ。ハラマーさん風船くんもありがとう。
ど、うん、こんばんは、よいしょ、落ちたもん、炎上力強い、炎上力強かったな、なんで色、見た感じは色移りしてなかった、多分大丈夫。ブランドバザールって、あ、どこでもやってんの、そうなの、あ、これだっけと思ってた。原かど、あ、なんだっけな、原宿のなんかいろんな施設入ってるところだよね。行ったことない。ない。やだけ治ったよ。うん。ほら、原宿のグランド、グランバザール。グランバザールが大事。大事だ。セール大事よ。嬉しい、これ買えたの。前に行った時に買ったんだけど。ボロボロのシャツ。かわいいな。気に入った。ずっと着たかったから、やっと消えた。おいしい。カンタムードもひなにゃんまるさんファンレベル17あいつます、ナイト。昨日の赤チェック、あ、そう、ジュエティのワンピース、もう一個赤チェックのワンピースあって、それもジュエティ。あ、後ろか、どこにいるか、通った、何、猫じゃらし狙ってんの、これか、もしかして、しかも、もういいじゃん、どうすんの、遊んで、うまみさんファンデビル21、この服は寒いの暑い、この服はただのシャツよ、寒いの暑いの、寒いの暑いの、今ぐらいの気温の時に着るの、めっちゃ見てる。届かないと思ってる、届かないから、来ないのか、取れるか、届かないから、取れるか、ふふふふ、どんどん、どんどん、ヘンタキは保証内で済んだ、全然、おう、なんかお金払ってとかなかった、治って、ああ、すごいな、太るの。キョコちゃんの肉寿司、目の前に、目の前でうらうらさせたら噛みついてくるわけないでしょ、猫だと思ってる私のこと。めっちゃ噛むじゃん、ファンレベル16、あいつはありがとう。カンタム、寝る、猫よりよく寝る。そんな寝てないわ、猫よりかは。なんで怖い時にやっぱり使い方。いや、そんなことないっしょ。ね、ブーさん。落ちそうじゃない、ブーさん。大丈夫？降りれる。諦めた、みたいわ。猫が諦める瞬間、あれ、俺降りてるやん、降りた、猫さえ引っ張ってきたな、そんなムード神獣が使かされた、皆さん、これこれ気に入ってんのよね、この壊れた猫ちゃんし、なんでかわかんない、卵好きなんだね、
なっていたわ。あ、どうそう。でもケンケンすごかった、よかった。嬉しい、ありがとうね。ふぐさんが冷たでてふぐさん違うよ、こういうやつの可愛いでしょ、可愛いでしょ。ヤクトさんファンデペル17あってます、ありがとう。アベラのバグ買ったんだけど背中にあるタグがチクチク気になるんだけど切っちゃっていい切っちゃえ。ウムさん何してんの、猫じゃらしってまた遊んだ。あんなに好きなのこの猫じゃらし、なんかこれは好きみたいな。めっちゃ遊んでて、YouTube 消したら偉い美人幼稚ないだろそんなに、別に毎日修理業者はその服で迎えて同時を誘う作戦服ビリビリになっちゃったんですってどんなやつこらこれ私の服だ、そう今日ね、この服新しい服でジュエティン、ワンピースニットワンピースでしょ。緑の、緑と何、なんかとりあえず緑と青、水色が水色にした、入るかな、ちょっともう開けちゃったし、まあいいか、かわいいっすよ、ね、あ、ピース、かわいい。ウーさんの毛を気をつけないと。おいくらになった、いやこれはね、いただいたやつなんだ、違うんだよ、うん、黒木水色のニットワンピース、おさんが初音の方ありがとう、こんばんは。めっちゃ可愛いこれ、下にあげないと、そろそろね、服の写真もしなきゃならない、怖かったね、顔消えてないかな、秋に秋さまいとも、そう、ワンピースなんだこれ、かわいい、これこのアペの切らしで作ったのが今着てるけど、なんかないだろう可愛いショックのワンピースじゃない、このシャツも気に入ってるんだよ。ずっとね、そこの店気になっててさ、これなんかなんて名前の店だっけ、携帯どっかに置いてきちゃったからお店の名前がわかんないんだよ。なんかジュエティンとかいっぱいいろんなブランド入ってると、メリー・ジェニーとか、すごい最近ジュエティンハマってるわ、かわいい。コンタム、オキタム、なんて読むんだろうこれ、ここにタブついてるけど読めない、タブついてる、 LA、 LA、ちょっと LA で調べた
ポミジュールってとこだって。ラポミジュール読めなかった。ラポミジュール。まあまあスマホなくて、スマホなんでどっかに置いたらどうする。忘れた。こんばんは。シャレオツすぎて呼ぶあるある。ラポミジュール、ラポミジュール、めっちゃ可愛い。ここずっとね、ラフォーレの中メイジニーの隣かなにあって、毎回ラフォーレ行くたびに気になってたんだけど、あのちょっと高いからさ。グランバザールでやっと帰った。知らないメーカーと、私も最近買った、初めて。これとあとスカート持ってる、ハートの持ってるかな、シャツは乗ってなかったの。どんな着方をするこのお店でとかしてんだろうと思って探そうと思って検索したら出てこなかった。可愛いんだよねスカート、なんかハートのどうかな、なんて言うんだろう、なんかデニムのハートのポケットがついてるスカート。あ、売ってるわ、ハートモチーフデニムスカート。これ持ってる、これも可愛いのよな、ハートのスカート。バタニーさんファンレベル18、特別警戒中さんファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。こんばんは。あんたも今日の髪外巻きでかわいい、あいつね。ちょ、外巻きっぽく枝が落ちちゃった。下ストレートアイロンで小手でも巻けるようになりたいな。なんかくるくるの、ちょっとこれはただの外羽だけど、くるちょっと巻くみたいな。練習しようかな。寝癖じゃないわ、アイロンしたんだよこれ。じゃなかったこんな気にならない。こうこうえ、ちょっとこっちが内向き外向きやったんだよ。しかもルーズのサイト部屋見てるけど、ローハー見ちゃってた。ローハーって言ってる、ここ靴シューズ。靴売ってる？わかんない。私ゾゾ見てないわ。あのここのあ、ラポミプチってやつ見てる。あ、これあれか、ラポミプチって書いてあるってことは、ここの全部のやつが出てるな。ラポミプチって違うな、なんかあれ？ラポミジュールの服。ラポミプチしか。このサイトで、あ、こんにちは、出てきた。あ、かわいいね、こう私のボロボロのシャツもこう出てくる。ボロボロのシャツ、シャツブラウスなかったわ。ポミは、あ、リンゴって意味なの、フランス語とか。買ってないとか、靴買ってない。なんかあのガンバザールってさ、安いの、まあね、服によってさ、その値引き率が違って、私あのスカートも買ったんだけど、そのスカートもなんかちょっとほすれてて、なんかそういうちょっと訳ありなやつ買ったから 50% オフだったんだけど、で 50% オフになるくらいなんだな。靴なかった。アイロン今日してない、これそのまま綺麗だったから買って、しなかった、めんどくさいしね。あ、ツオの方ありがとう。あ、ボロボロのボロボロじゃん。でもそのボロボロなのが可愛いのかな。可愛いしよこれ、ボロボロだけど、ボロボロデザイン。気に入ってるこれ。ズームの方へと、なまけ猫さん100回目の方もありがとう、たくさんありがとう、ね、ありがとうございます。レジに行くとサインで受けしてくれると嬉しい。
50% からさらにめっちゃ安くなるじゃん。こんばんは。全然それでいいと思う。そうだよね。ほつれとかここのなんかちょっとなんかさすがにめっちゃ汚れてるとかやったらあれだけど、ここの普通にさ歌の穴ないとかはさ自分で切ってまあどうにかほつれてきたら塗ったりすればいけそうだなと思って買ったそのぐらい。でもスカートに関してはちょっとほつれてても、ちょっと糸出てるぐらいだったな。糸切れば別に普通じゃんと思って買った。ラフォーレ近い。ラフォーレは行ったら近い。行く。可愛いよね、近の店。ウスロリロリータとかって、ちょ入りづらさはあるけど可愛いのね。自分で穴開けたら失敗する？いやもう開けない。もう長いからさ、ちょっとほら長いね。あんまこの折ってる状態でもさ、あの折ってる状態でちょっと長いぐらいだから開けなくていい。ファンタムードも地球さんファンデペル中にあいつね。うん、ネタ出てこないから散歩でしょ。なんか分かんないよ。でも買ったスカートはあった。なんかハートのポケットがついてるデニムのスカート、プリーツの。それあの同じタイミングで買った。カンタム？ナホーレってパルコとかと系列でしょ。分かんないよグスライの訳ありセールはなかったね。グスのお店も一応やってるんだけど、グランバザールあんまりも割引されてないと。元が高いからね結構。ここのお店も私的にはあんま高いんだけど、このシャツ持ってみたら1万4千ぐらい、 60% くらい買ったんだけど、なんだっけ、ガスロリ系はもう数万だからね高い高い。ブラウスとかでもそんぐらい、1着でそんぐらいするから、ワンピースとかになるとね高いんですよね高いもんな手が持たせないよ。こうやったウードもロリケン好きだし可愛いけど高いの。そうなの、可愛いけどね。そう、そこがね、洗濯機直ったよ。本当によかった。もう洗濯機の電源がつくことが嬉しかった洗濯機の電源つくの嬉しかった、初めてだよ50% オンで買わないと 50% 上乗せ、家に決まってるだろう。ブリケーセットで買うのかよ、高いけどね。さっき直ったのおめでとうございます。ありがとうございます配電盤がねなんかダメだったっぽや。交換してくれたのと、うん、原宿来るなら行ってください。何でも原宿に住んでる人みたいになってるよプルプルおじいちゃんじゃなかったよプルプルおじいちゃんちょっと心配よじゃなかった当たり前の感動を実感した一日。ほんとよ、洗濯機ってつくだけであんな嬉しいんだね、初めてだよこんばんは。おつたむ、おつたむ、どうもどうも。いつもの方にどもの方ありがとうビスがおじいちゃん、おじいちゃん90歳のおじいちゃん、プロプロおじいちゃん心配すぎるでしょ、修理できても。原宿散歩で行くの？どういうこと？じゃあ原宿は庭ってこと？どういうこと？原かの山田さんに行って買う。あ、原かの歩いてるでしょ、ミッツェル。ミッツェル食べたいな。なんか一回なんか東京駅で売ってるじゃん、一粒缶だっけ、グミッツェルのお店、売ってるお店があって、なんか前分かんないけどなんでか買えて普通に売ってて、午前中に行ったのかなあんま覚えてないんだけど、でもその後からねちょっと買えてないから買いたいんだよ。ハラカロにもうある。
西麻布なので表参道から原宿は散歩コースなの。おしゃれだな、表参道と原宿散歩してんの。おしゃれだわ、東京の人って感じがする。おしゃれだ。色落ちしてなかった、デニム色落ちしてピンクのパーカーがちょっとね映ってたわ、悲しい。もういいよ、今日服買ったからいろいろ。届くの先だけど、12月とか早くて12月だけど、1月とかそんなのよ。タムがプルプルおじいちゃんを修理した、どういうこと、どうだ、え、温泉とかもあるの、すごい、ね、あらこれってことの、会社クビになり時間があるので英語学び直ししてんの、いい時間の使い方じゃん。英語ベロ勉強してんの。ファンタムーもタムがいろんな服着てるの見るの楽しい。最近ね、新しい服ばっか着てるから楽しいわ。今日これ初めて着た、嬉しい。昨日着たあの赤いチェックのワンピースあるじゃん、あれもあんま2、3回目ぐらいだったから。あんま着てない、印象変わる、あんまシャツ着ないもん、こういう服も好きだよ、日曜日着てみて、今度着る、あの去年待ってでしょ、さっき水色の色もいっちゃ好き、マリンコスっぽいけど、そういうのがそれマリンコスじゃない、違うよ。全然ハロウィンじゃなくて起きる、怖いじゃん、ボロボロシャツ。え、今日そうだ、100均寄ってさ、帰りに見て、買ってみた、猫耳カチューシャ、なんかちょっとすごい気が回ってるわ、これ猫耳の毛が100均だから。これだけ買って帰ったんじゃ、私猫耳のカチューシャ、これだけのためになんとなく100均って、別に今日買うとは思ってなかったけど、入り口からこれが見えたから買ってきた。抜けてるわ、この白いモフモフの部分、猫耳、猫耳、せっかくで猫耳買ったのか、ブブかタムか見分けがつかなくなった、つくだろう。いいっしょ、今日の髪型とワッチしてる、分かった。猫耳いい感じだわ、でもちょっとお前探しそう、耳を整う、行こう。移動への方ありがとう。キャンキャン配信つけない、キャンキャン配信をつけない、あの決まってるテーマ変わるから、何着ようかな、キャンキャン配信決めてないもんね、決めないけどね、かわいい、あれってウーさん呼んでいい、ウーさん大きいね、見てるもん、爆睡してる。
いいしょこれ。もう春に近くなったらつけるわ。迷ったらエンジュク。一応ないだろ。決まってるって手は別に手はハロウィンのコスプレとかじゃないのよ。違うのよ。違うから。みんなコスプレだと思ってる。キャンキャン配信のなんか、テーマ。違うんですけどね。タイツケアとルートお話できるとかできる。今ない。皆さん起きてくれないから、話してくれない。おはようございます。100円カチューシャをつけたということで、それでは聞いてください。思わずに行く。なんで曲振りしなくていいよ。キャンキャン配信、ニャーニャー T。絶対ないだろう。T さん、風船くんはありがとう。あいつよ。ね。あ、てか、背番号5位になってるわ。ランクアップだ。あいつよ。ありがとう。ありがとうね。テーマなんぞ、ご両親で突破。見たって言われるよ。手はこれだったんだけど見たって言われちゃう。怖い怖い。これが可愛いです。最近買った今年買ったやつ可愛いでしょ。ボロボロのシャツ。猫耳ランカップなんだよそれ。これが私の本気です言うたら大抵いける。強行突破すぎない。怒られちゃうよそんな。ちゃんと手は剃っていかないと。猫耳ランク…こう言うんだか。猫耳ランクアップ…なかなかと言ってるの。あんたはカチューシャ無理だった。カチューシャこれよ。カチューシャ…なんでも買ったから100均で100円のカチューシャ。白しかなかった。白猫しかなかった。あんたはキャンキャンのイメージを破壊する。やばいでしょ。フィジカルレースの冷たい目が。やめてよ。やばいやつになっちゃうじゃん。強化にゃん。今年はそれでいく？ハロウィン。とりあえず買った。ちゃんと直ったよ。直りましたよ。買った、本当に。買いじゃなくて買った。買いすぎる。わ白がいい。今白しかなかったの。なんでだろう。猫耳カチューシャ大好き。なんか今日のターンはいつも以上に可愛い。なんつけてウフさんと通じた。ちょっと似てるからね。僕は来てからデニムはちょっと色落ちしてて、ピンクのパーカーがちょっと映ってた。配信終わって個人配信で、あ、帰ってきて、くっつける。これだったらすぐいけるね。あ、頼むとも洗濯機1台だと危険が危ないってね。から予備にもう1台いらないのよ。洗濯機の予備なんて聞いたことないから。こんばんは。あ、うん、たむたむたむ、プラス演じくのよ。ないでしょ。うち円熟でカチューシャ。なんだそれ。尻尾引っ張って起こしてかわいそうだろ。こんなカチューシャ今日100均で買った。こんばんは。これだけ買って帰ったいけた。やったらブーさんにシャシャ言われちゃう。ブブ来ないんだよね。ブブブブ、すごい粘りを打ってるんだけどね。ずっと目閉じて見てくれない。あ、そうの方ありがとう。こんばんは。え、また今度つけこれ。皆さん猫じゃらしすればすぐ来てくる。かわいそうだから寝させてあげる。また足出てる。おはたむこんたむおちたむたむたむ、やっほん、かちゃんもなかったりだたむ。よいしょ。今日はあれ、またさ、今日昨日もスタバ飲んだんだけど、今日も飲んだ。昨日さ、
パンプキンスパイスラテってやつ飲んで、期間限定ですね。これ、なんか、どこにどこに溜まってた。で、今日は昨日飲むかもらったクラシック、なんだっけ、クラシック麹茶ラテみたいな、なんだっけ、そんなやつ飲んだ。めっちゃ美味しかった。久しぶりに飲んだ。え、キャンキャン帰ってないの結局。あの、帰ってくる途中にまた気づいた。お前買わなきゃ、買わなきゃ。カンタムーンともパンプキンスパイスだ。そう、なんかね、シナモンかかってて、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。あれ好きだ、パンプキンスパイスって。カンタムーンとも、そう、ユイの方、そう、チャキちゃんですよね。エブリデイ猫耳カチューシャ。指カチュー入れる？サイズグランデ、うん、トール。でもトールってなんか意外とちっちゃいよね。なんかフラペチーノで見たら大きく見えるけどさ、ホイップが乗ってないとさ、ちっちゃく見える。乗ってないじゃん。ほうじ茶、クラシックティーラテだっけ？なんかそんなやつは乗ってないから、なんかちっちゃく感じた。あ、こんぐらいだっけと思った。ウーさんもこのままウーさん寝てるよ、爆睡よ。おしゃれな服、かわいいしょこれ、気に入ってる。確かにトールパンプキンそんな感じする。パンプキン、パンプキン飲んだの？洗濯機に入ったブブさん、ブブさんいるよ、寝てるのよブブさん。うーん、こんばんは、こんたもこんたも。パンプキン飲んだ、美味しいよねパンプキン。シナモン好きだから、パンプキン、パンプキンスパイスラテの味めっちゃ好き。都内のキャンキャン俺が買い占めた。買い占めるなよ、買えなくなっちゃうでしょみんな。ブブさんお疲れ、ブブさんお疲れ。何もしてない、ブブさん。ほうじ茶ラテも飲んだの？両方飲んだらいいじゃん、美味しいね。よいしょ、こんな感じか。よいしょ、ウソクソの後ろ。オッケー、それもついてる。何それって、どれ？せっかく猫にあるんだから、しゃぶ猫気持ち的しない。スパイスってのがいいよ、なんかね、なんだっけスパイス、パンプキンスパイスってはシナモンが入ってる。うーん、なんだっけ、何かがかかってる。何かがかかってる。パンプキン、パンプキンスパイスって、夏メグだって。夏メグ。夏メグの味はもうわかんないよ。なんだ。夏メグっての。次か、胡椒とかがどこに。ちょっと嫌かも。ヤマケンさん、風船くんもありがとう。ありがとうございます。よし、どこ、うん、
エビカツ。スパイスが酸っぱいス。いいね、私はね。
てどうした？ありがとう。あとみんなポチポチありがとう。ありがとうね。かわいい。あ、待って待って。内栗さんファンレベル16、クープーさんファンレベル18、ケイさんファンレベル15、ヤシタさんファンレベル15。あいつもありがとう。みんな待ってる。ランクじゃないレベルがランク許可とも434人。ガチャさん今月もありがとうございます。ありがとう。あいつね、体力落ちた、体力落ちた気しかしないよ本当に。今日めっちゃ疲れたもん。なんかなんか今日疲れた。なんか展示会って服を見ただけなので洗濯機の種類別に家いたから。でも疲れちゃった。お水持ってくら。もう全然入ってない。待ってて、お水ついていきます。行ってきます。行ってきます。待っててね。ただいまー。水持ってきた。よいしょ。ただいまー。どうもどうもー。よいしょ。オッケー。かわいい。あいつね。でもただいまー。みんなギュートたくさんありがとうね。どうなってるか。ユートランキングが、あ、そうだ、私書いてないわ、あの分。ヤスさん、いる？水と見せかけてなったり、水よこれ水よ。ヤスさんいないかな。いないそうだな。いないの。うわ、やばい。ちょっと待って、いないしてるの。お前、うん、いないよね多分ね。ちょっと後でわかる。白を見せるの忘れちゃうから。クッキーアイスさん100回目の方までたくさんアイスでございます。はい、ね、よいしょ。こんばんは。猫見つけたわ。さ、3倍かわいい。南アルプスの天然水。そんなんじゃない、ただの水道水。ただの水道水。3位で、風船クマが、風船クマが13位で、乾杯、乾杯が、お、乾杯長いぞ。そう、ちょっと接戦ってことかな。乾杯長いで、かゆうき3位で今3位ってなんだろうな。3位、お祝いバルーンセット。ショートケーキが、ショートケーキ7位。ありがとうございます。ありがとう。猫耳か話し、猫耳今日買ってきたの。同じタイミングで水入れに行ったのに、どうのなんでなんですか。
薄いソース入れるだけだから早いですよ。皆さんすぐ名前変えるからね。昨日はケンケン12月号確かに皆さんすぐ名前変えるからあっとそういやだいぶ書いておいたもうそれはわかるの。大分神の人はわか意味わからない。だいぶだってわかるから結構伸びてお髪の毛髪伸びるペース早いらしい。リュウさんも言ってた早いねって。初見です。初見さんコメントありがとう。こんばんは。夏木さんファンレベル19ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。よいしょ。どうもどうも。ヤンさん100回目の方ありがとう。たくさんありがとうございます。ありがとうね。はい、さあ、こんばんは。おつとぶ。時事ネタ取り入れるの早い。ヤスさん。ヤスさんはしょっちゅう名前変えてるから。気づいた名前変わってる。そう。シマトマクリニーさんファンデベル19ありがとうございます。ありがとう。大分推し？とよく読み間違える。いやわかるよ。むずいよね。初見です。あ、間違えでしょ。ジェフルのドリンクバーあるよ。ある。大分県民なら財布の中にあのジョイフルのドリンクバーのチケット入ってる。みんな入ってる。友達とかとジョイフル行くじゃん。あの持ってるよって出てくるもん絶対に。チケット持ってるよって。えでも分かる。山田さんの凄さも褒めるところ。何大分とだいぶなんかどっちもで呼べる時あるもんな。そうよね。こんばんは。でもどうもどうも以上こんばんは。やーほー、今日は本当に洗濯機直ってよかった。直んなかったらどうしようかと思ってたけど直った。よかったよかった。もうパーカーはもう仕方ないと思う。買って結構だって、このパーカーいつだろう買ったの。5年ぐらい前かもしれない。そんな前じゃない。 4,5 年前だったんだ。結構思ってたけど仕方ないって思うかな。今日新しい服も買ったし一応嫌だけど。ショルーパーカーが来る。ショルーパーカー着づらいだろ外で。次置いて行ったらドリンクバーチケット手に入れてくる。なかなかいないの。その手に入れるためにジョークに行く人なかなかいないから。この後もう一度待ってもらいます。あれってね、洗濯機何が洗濯機なんか配電盤だっけ、なんか悪かったみたい。それ取り替えてくれたらノート。大分県のジョイフルに行くのよね。そんな人聞いたことないよ。聞いたことないよ。キモナツさんぐらいよ。ピンクのパーカーはもともとその色と柄だと思えば着れる。悲しいよ。でも色移っちゃったな。大分でジョイフルと温泉しか見ません。ジョイフルそこに入ってくるんだ。温泉と同レベル、同レベル？ジョイフル結構すごいな。なんだろうね、有名なもの。でも、海と何があるって言われたら温泉だな、思わず。その次むずい。テーブルカフェチケットは12月31日で店頭配布終了だって。あ、デジタル化すんの？あ、そうなんだ。終わっちゃうんだって。で、チケット欲しいんだったら、年内に行かないと。年内に行かないと。あと、2ヶ月ぐらい。最新ドラム式洗濯機はいつか。ドラム式じゃなくていいよ。なくなったパーカーもったいないからプレゼントしません。しません。嫌です。ピンクパーカーレスにレスないの。ないの。あっちたまたま。かまわ。ねデジタル化しちゃうんだって。じゃあ、かまわ。やはー。たまん。なんか目開いてるよ。寝てる？それ起きてる？起きてるね、ボブさん。びっくりした。
片目開けながら寝てんのか。なんでそんな薄めで見てくるの、ブーさん。ちょっと開いてるよ、目が。相手回路増えるの嫌なのに。アプリも増える。いや、アプリ、最近さ、アプリのさ、ポイントから貯めるのが多いじゃん。そんなに、携帯にいっぱい、アプリのさ、アプ、ポイントカードのアプリ入れるのも嫌だよね。いろんなアプリある、私も。ポイント貯めるやつ。ウィンク攻撃。片目だけちょっと目が開いてた。薄目で。おじさん起きてきそう。おじさん、伸びしてる。寝ちゃった。あ、来てくる。おいで、ブブさん。ブブ。なんだその声は。どうした、どうした。聞こえた今。寝起きの声だった、ね、最初と少しチャンス。ブブさん今4階にいるのよね。来ない、こっちに呼ぶ。すごい顔が急に変わるじゃん。寝ちゃった4階で。こっちだよ。向こうで見てるだけなの。こっち来ないわ、嫌だ。なんか横になりながらこっち行って、なんだよなんだよなんだよ。ここよかったよ。435人。ゆんちゃんさん、3ヶ月ぶり、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。こんばんは。またふうさんに服破られる。ふうさんに服破られてこの風になってんじゃないの。違う、これデザインなの。そうそう、分かって、こういうデザイン、こういうボロボロなデザイン。そういうやつなの。かわいいでしょ、かな。デニム色落ちしたと思う。見た感じ分かんなかったけど、でもパーカーがだってちょっと色が違くなってちゃったね、ところどころ。デニムが色落ちしたってことだと。やっと思う。見た感じあんま分かんなかった。ダメージシャツのキャビ結構ボロボロよね、これ。だってこのさ、青いシャツ ほぼない。襟とこのなんか、ここ真ん中とボロボロシャツ、ほぼない。後ろも上だけボロボロで可愛い。いいでしょ。ひなこにやばいタク、やばいだろ、ひなこくやばってたら。やばいでしょ、可愛いっしょ。服気に入ってる、これ赤い服と一緒に2日間水につける元取りになる。やだよ、赤い服も色抜けちゃうじゃん。しおさぎさん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。やってね、じゃあ、できは治ったよ。治った。おはたむーとも、こんばんは。おはたむー、ブブさん出てきて、おいて、ブブさん消えてんの顔。部屋のアシャスを次は採用するなんて違うだよ、違う。つなぎ合わせシャツじゃないから。とりあえずお金飛んでかなかった。そう、そりゃよかった、保証聞いたからな。初物の方ありがとう。こんばんは。安心した、洗濯機大丈夫。戻った、お普通に電源つくの。お金は服で飛んでいる。あ、確かに。でも今日はオーダーだから、別に今日は別にお金かかってないけど、届く時にお金かかるからね。結構楽しみだけど。ピヨコさんファンレベル11、はい、すいません、ありがとう、ね、こんばんは。どうも。
さ、グランバザールでこのシャツとスカート買ったって言ったじゃん。あともう一個買ってんのよ。なんかそれはジェイミー ANK みたいな感じの名前のところで、なんかてなきゃリメイクのパーカーみたいな、リメイクのパーカー、リメイクの服めっちゃ可愛くて欲しいなと思ってたんだけど、でもリメイクもなかなかの値段すんのねだからあのグランバザールでセールで売っちゃ安くなってたから、それも50%オフとかだったな、忘れちゃったけど。しかもその日だけ、最終日に行ったんだけど、次の日からは通常の値段に戻るとか言われたから買っちゃったよ。リメイクパーカー、そのちょっと大きいサイズの羽織れる感じ。ごめんさん、サールはあると思ったんだよそう、定価で買うのは新しく、あのセールの値段知っちゃったらね。その服さ、前にそこの店行って可愛いなと思ってた服で、安かったから買っちゃったよね、ブブさんね。中でまだね、着てないね、ブブさん。ブーさんどう、カチューシャ、ブーさんカチューシャ似合う、ブーさんとお揃いにしたんだけど、どうどう、ブーさん違いますか、ブーさんどうですか、ブーさん書いてる。どっか行った。かわいいブブさん。本当？ジェシー気になってた。ちょっと待って、今度その買ったパーカーも今日めっちゃ可愛いのそれも。なんか。リメイクのやつちょっと高いからさ、セールで買いとくと、あちちょっとブブさんブブさん耳が気になってるね、めっちゃ匂い嗅いでた。匂いにシャンプーするにゃ、やめてよ、そんなことない、やめてよ。なんと客単数436人、鈴木しかさん2ヶ月ぶり、ありがとうございます、ありがとう。あとね、何色パーカー、黒、黒のやつ、なんかね可愛かったから買った。どうやったらいいだろう、リメイクのやつだから黒のパーカーで、忘れちゃった、わかんない、わかんと切るわで、なんかちょっとなんか下の方にフリルみたいなのついてるから、前締めてきたらワンピースみたいにもなるみたいな、ちょっと長めの丈のやつだからね、ワンピースみたいにもなるみたいな感じ。一点物じゃないと思う、リメイクの商品だけど、なんだっけな、あれめっちゃ可愛いよね、ちょっと間のスペルが分かんないな、ひらがなで、こんな感
てるかな。ここはなんかね、どうしたブブさん泣いてる。ここはなんかブブさん、こんな服はなんか なんていうの、こういう服、量産型みたいな服とか地雷っぽいコーデのところなんだけど、でもこういう服も好きなんだよね。アウターかな、違うかな、アウターで乗ってないの。ワンピース、ピースじゃない気がしたけど、あれどうやって見立ててくかな。めっちゃ可愛くて買ったけど、チーみたいなこれ、わかんないよ。アウトトップスパーカー、これかな。あったあったあった、これ似たようなやつがいっぱいある。どれだろう、お花のリメイクパーカーじゃないわ。どれだろう、これかな、リボンリメイクパーカー、違うわ、あれないのかな、あ、これかな、リボンパッチワーク、これかも、覚えてないのかな。でもこういうなんか こういうって言ってもわかんない。ブブさん、テーブルに乗るな。お、めっちゃダメ、なんかリメイクのやつなんだけど、ふんたむふんたも今日は1時まで、今日24時半まで、21半書いてあるでしょ、ジョブ松田ムードも、アツムの方へと、あとも、もーやさんフォローありがとうございます。ね、ウィーバーバーは27分までじゃない、24時半まであるから、27分だけなのから、21時20分過ぎくらいに、もうこれアーさん100回目の方もありがとう、たくさんありがとうございます。ありがとう。ユーティーさん、本日より19。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。おじさんが怒って。ナイスタイルのおじさん。自分でステーションのそこ。ペンギンさん、ファンディプレチューンだ、ありがとうございます。ありがとう。これさ、ね、ヨブブさんがさっきどっか持っていったでしょ、ね、猫じゃらし気に入ってるやつ、持ってった どこにあったの。ブブさん、見るブブさん、もうすぐおめらん、あ、にしげ、あ、なんか今日おめらんやってたの、そうやってた感じの、おめらん、あ、ちゃんもなんか耐えた、こんばんは、うん、フロマンさん、リンボスターありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、落ちたむ、うん、早いな、消えた、ロブさん、気づけば、こんばんは。よいしょ。もう行かないで。皆さん窓に行っちゃった。外見に行っちゃって。こんばんは。どうも。まあ、今度このパーカーのやつも着るわ。多分リボンパッチワーク。リボンパッチワークワークパーカーって言ってる。これ5時かなこれ。リボンパッチワークパーカー。ワークワークパーカー。うん、かわいいのこれ、ちょっと、うん、見ていて、ズボンもあるんだ、ズボンもかわいいけど上しか持ってない、多分これだろうな、
今度着よう。違うかな、リボンついてたっけ、こんな記憶ないけど、めっちゃ可愛いのね、これ22,000。え、そうだから高かったから買えなかったんだけど、だから買わないでいたんだけどセールでガンバザールで半額だったかな、だから買った気がする。じゃなきゃ買わないよ多分、高いもん猫耳うさぎ、猫耳をこれちょっと形が入ったけど、あ、パッチワークのワークパーカーややこしいワークワークパーカー半額、半額一嬉しいよ、これで2万よ。なんかそういうさリメイク系の服高いからさ、値段がだから見るだけだったんで、ウィンドウショッピングで可愛いなーと思って買わなかったけど買っちゃった。もう次の日からだって定価に戻るとか言われたらね、めっちゃ迷ったよめちゃくちゃ迷った。1万円でもまんまするじゃん、私にしてはこれ1万円あんま出さないから買えようと思ったけど買っちゃった。明日から普通の値段に戻るとか言われたらね。ズズでも結構、え、半額やってんの？ズズあんま買い物したことなかった。美味しそうだったからマーク乗せてやってた。うん、めっちゃ乗っちゃったわ思い切っちゃった。え、可愛いから、そういう服が欲しくて、なんかリメイクのワンピースパーカーみたいなやつが欲しくて、わざと覚えちゃった。気になってたやつだったし次の日か 50% が次の日から定価に戻るんだよ。でかいでしょそれでかいよ、買うしかないって落ちた。そうそう、7割引きとかもやってんの、安っ。頭になんかついてるやん、今日猫耳つけた、今日買ってきたのこれ、猫耳一緒。ベランダに男の子さ、やめてよやめて男の子撮ってるとか言わないで。こんばんは。お正月行ったらもっと下がる。お正月行ったら何？ラホレ。ずっと忙しくなってんの。それにつられて買うのに。いや、セールは買っちゃうよね。わかる。アマゾンの通の時に手が値上がりするやつ。なんか見たことあるな、それ。ちゃんと見て買うみたいな。安く見せるやつでしょ。欲しい時が快適、そうよ。こんばんは。知ってるブランドだったらそうで買うもん、サイズ感とか。あ、確かにサイズ感ミスっちゃう。そう、ネットそれが怖いよね。だからあんまりね、ネットで服買わないんだよね。なんで白に、白しかなかったの、カチューシャ猫耳。よくって白しか、そんなに安いとゾゾってする。いいのゾゾだけにゾゾっと、いいの、いい買い物したと思える。ありがとうね。ささやきリグレット。ちょっと歌い気しない。歌いだし、歌い気しない。ネットギャンブルの時は、わかんないもんね、歌えるよ。歌える。ネット知ってるブランドしか買わない。靴とか。靴もむずいよね、なんかさ、靴もね。結構違うもんね。ここのブランドって大きめ買うとかあるじゃん。だから靴もネットで買ったことあるけど、私が買ったやつは大丈夫だったけど、ぴったりで。おい、吐きた。50% は今日までですよ。明日から 70% オフだけど。うまいな、言い方が。ファンカーのハルマさん、ファンリペル。15、ありがとうございます。ありがとう。試着しないと決められない。でもね、あんまお店でも試着したくないのに、私。サイズ感は見たいけど試着はめんどくさいっていう、店員さんとなんか話すのもちょっとあんま好きじゃないから店員さんの似合いますねみたいなあんま話がいい。なんかさ GU みたいなさ、あの GU とかさ、あれじゃ別にさ試着勝手に行ってさ、なんか
店員さんがついてくるみたいなやつも大事じゃん。そういうとこの試着はいいんだけど。なんかね、苦手なのよね。友達は店舗で試着して、あ、ネットで買ってんの。そう。すごいね、歌ってたね、笹崎リベット。歌いきしないよ。難しい。こんばんは。靴はネットで買ってお店で引き取るやつ。あ、そうなんだ。私前ズズタンで買った洋介ってとかのめっちゃ厚底の靴売ってるお店。私は何でも似合いますよって言わないでしょ。嫌な客。嫌だ。あなた買わせようとしてるだろうとか思っちゃう。確かに。それでちょっとなんか買わないっていうのなんかちょっと言うの気まずいしな。なんか試着苦手なのに、試着しますかって言われて、あ、大丈夫ですって言っちゃう。気まずい。青山とか行くと付きっきりだからスーツが、あ、そうなの、付きっきりなの、行ったことない。それでもね、苦手なのね。試着大体断っちゃう。なんかパーカーとかそういう試着だったりしたりするけど、上から羽織るだけとか、なんか試着室入って着替えてするような試着はね。苦手なの。京華山田の服はどこにあるの。そのブランドない。はじめまして。違うでしょ。店員さんが寄ってきたらとりあえず行きます。いや、わかるよ。でも気持ち、試着大事そうだけどさ、店員さんと話さなくていいんだったら試着したいけど、そこがね、やるな。試着しますかってついてきて、どうでしたかって言ったら、いや、ちょっとわかる、わかる。そう、試食は接客で、試食はね、食べる方がいいじゃん。欲しいよ。でも最近なくない？スーパーとかでさ、そういう試食。前はあったけど。なくなっちゃった。ダブル両生さん、ホンデペル12、あいちゃんす、ありがとう。初音の方、ありがとう。こんばんは。店員さんに今日からあなたも持って行ってみて、反応なかったら帰ろうって。絶対反応ないのよ。シマラカーベル、行ったことあるよ。ありますよ。コロナ、熱ないよね、試食。なくなっちゃった。落ちたまったの？トムプリン試食会しないよ。ブブ連れて行ったら試食どうですかと言われない。かわいそうでしょ、ブブさんが疲れちゃう。落ちたまったわ。お疲れ様。この間京都旅行で試食したわらび餅めっちゃまずかったんかい。美味しかったみたいなさ言い方するじゃん。まずかったんかい。今週末試食の、あ、試食のバイトとかあるの。いいじゃん。一食好きよ、そりゃ。と好きよ。ビバチカの試食で Vlog、 そんな Vlog 撮るな。待ってたの？島村で決めそうな T シャツとか買ってた。か島村とかベール、そういうコラボ多いよね。よく言ってるでしょ。食べる方じゃない。わかって作る方でしょ？いいじゃん、なんか。試着は買うと決めてから自分から店員さんに試着させてくださいっていう。あ、そういう派を試着しない。私はなんかあのジーパンとかそういうズボンだったらさ、丈感がさこう当てた感じだとまあ分かんなかったりするじゃん。鏡で合わせてみてもそういうのは着たりするけど、それ以外は基本したくない。したくない。今日しないで行きたい。竹感心配なやつだけ。たぶん洋服屋さんで店員さんに声かけてもらいたくないタイプだね。分かってるよ、向こう仕事だって。仕方ないのは分かるけど、でも気まずくなっちゃう。サンリオとシマラのコラボ、あ、よくあってない？アベールとかキティちゃん最近やってた気がする。アベールかキティちゃん。竹感大事。
無事ってぞ、うん、スカートしか履いてない無事だ。ゾーブ履けますよ、今日もデニム履いて。なんかこのシャツの長さが絶妙の長さで、ちょっと長いからシャツ長いからデニム着ていきますよ。それは失敗する。またズボンの試着めんどくさい。ズボンはちょっと結構ね履けたいしよ。だからズボンは履くようにしてるけど、めんどくさい時履きたくない。でも長かったりしたら大変じゃん。ズボンの下げ弁の確かに。でも下げはどうしても試着しない。大事よね、竹くんは。わかったもんだもん。属性山田さんの私は分かりすぎる。私と一緒属性。身内なのよね、そういう店員さんとのやりとりが。あまわんの？そう、ズボンはね、履いてみないと。背が高かったらいいけど。なんか S サイズでも長いとかあるから。難しいのよ。また取りに行かなきゃいけない。そっか、それ、それめんないんだよ。こんな洋服は嫌だ。大喜利いいよ。なくていい。一緒すぎる。そういう感じなのよ。こんばんは、どうも。あ、またもう。1時間くらいで仕上げてくれる。ズボンの下げしたことないかも、私。ズボンもう、丈長かったら諦める。諦める。同じブランドのズボン10本ぐらい。めっちゃあるじゃん。確かに分かるからってことか、サイズが。分かるけど試着めんどくさいな。そうせえね、私153しかないからさ、大変なんだよ。そう、諦めるし、手作業めんどくさいからね、諦める。気に入ってても、タモの喋り洗練されてきた。本当に？毎日配信するようになって成長した？だって153よ。140よ。身長低いとね、あれだよね。竹くんめっちゃむずいのよ、本当に。裾上げめんどいからしないし。めんどい。なんか。SML ってサイズ展開なんてもさ、あんまりさ変わんなくない？ S と M とかでも裾のさ長さが。だからね、むずいのよ。そう、デニム履くときはあれなんだっけ、厚揚げじゃない、厚揚げ、厚底、厚揚げは食べ物、厚底履く。いや、普通の服、普通の服じゃない、普通何おいしいな。厚揚げ履いてんのやばすぎだ。厚底ね、厚底、普通の、そんなに厚底じゃない靴履いてたらいけると思うけど、一応ね。厚底の結構高さあるやつ入ってる。違った、厚揚げね、美味しいけど。厚揚げ入ってんのやばすぎ。ベタベタしそう。嫌や、私も厚揚げ履くのは。なんで言ったんだろう、厚揚げって。厚底ね。厚底です。ちょっと身長伸びたと。今どんぐらいだろうな。わかんないけど聞いてないから。調子に乗ってズボンのことパンツって書いたら書いてくる。そう、パンツおしゃれに言ったらね、ショールも引っかかっちゃうから。すごい疲れてるのかな。なんでだろうね。厚底ね、厚底で153。最後に測ったのが
17歳ぐらいの時だから、わかんない、今の身長見てるかな、縮んでるかな。最後に測ったの結構前だからな、今年22で17の時だから5年前最後に測ったの。わかんないのよ、だから今の身長。最後に測ったのは153だから、ずっと153って言ってる。あとどこだと足首ひねって、え、するよ、歩いてってひねること。でもね、結構女の子あるあるかもだけど、足こうちょっとひねるぐらい、歩いててちょっとこぎってるぐらいじゃ全然なんともない。女の子だったら結構あるあるかも。男の人は夏とか履く機会がないからさ、ちょっとあれ買うだけど、全然何もないんだよね。何も痛く普通に歩いてるひねっと、何も逆にすごい何もないんだよね。捻挫しそう。バレーとかもさ、そういうのよくあるじゃん、スポーツしてたら。バレーもほぼ怪我したことなくって、突き指したことあるから。でも突き指って気づかなかったんだよね。そうだから、この私のこの小指の長さがさ若干違う、こっちの右手の方がちょっと長いの分かる、合わせてんの、この関節の線あるし、合わせても若干見える、右の方が長いのよね。左の指多分突き指して、その時分かんなかったんだけど、突き指したと思わなかった。なんか結構割とすぐね治ったから、あーだから直しなかったんだけど、なんか見てみたら短かった。足首もさ、バレーってブロックとかさスパイクとかで飛ぶじゃん。だからその時の着地でひねったりとかあるの、捻挫とか。もうひどかったら松葉杖ついてとか見たことあるけど、一回だけひねったことあるけど、時間経ったらもう何も痛くなかった。治ってた。だからそんな、だからね、ひどい気がしたことない。これ突き指じゃないの、わかんないけど、わかる、長さ違うの、どこに若干違う、右の方が長い、左がちょっと短い。もともと小指短いのよ。小指ってさ遺伝じゃん、お母さん、お父さんもだったかな、お母さんも短かったのよ、こっちちょっともともと短いからだけど、右だもん、この薬指の第一関節までない首短いんだよね、縮む。いやね、多分選手が止まった、そこで多分突き指、多分突き指して止まったんだと思う、多分ね。ヤンスさん風船コーンありがとう、あいつで、あと朝配信で使うかね、ちょっとワーストに行ったわ。確かに短い、もともとだったら笑う、気づいたらこうだったんだよね。でもなんかわかんない、わかんない、もともとこうなのかもしれないけど左手さ、なんか左手の小指なんかこう怪我とかもそれがしたことないし、わかんない。明日は朝配信じゃない、明日はお昼する、お昼しますよ。ロバースタント、もともと左だけ短かったとかそういうことなのかな、考えたことなかった。それてっきり突き指したから短くなったのかと思ってた。定食戦隊ポークジンジャーさん、コールありがとうございます、ありがとう。ですね、よいしょ。ヤシさん朝配信の時フラワースタンドタワーありがとうございました、あ
ありがとう。あとね、ありがとうございます。ありがとうよいしょ、ありがとう。どこ、合わないな。フラワースタンドタワー、ありがとうございます。ありがとう。あいつね、あと配信ありがとうございました。ありがとうありがとうございます。ありがとうタワーはどう。自分は足の指折れた部分だけ伸びたえ、短いとかじゃなくて逆にフランド忘れてたそれ。そうそう、なんかフラワースタンドって言いたくてめっちゃ短くしちゃった、フランドそんなことあるめっちゃ短くしちゃったフラワースタンドって言いたかったんだ、早く言いたかったんだろうねめっちゃ短くなった。足より大丈夫だったよ大丈夫、治った。ちゃんとつくようになったんだけど。あ、音の毛聞いたよ。毎日聞いてんのめっちゃ好きじゃん音の毛覚えられるかな二度目の方ありがとう。こんばんは。足の薬指だけ長いの、私はそういうのないの全然。なんで小指がちょっと短いぐらい左が影響があった。いい人だった、修理の方は。いい人だったよ、すぐ直してくれたなんか最初ちょっとなんか私が蓋を開けながらさ手際を押してたわ。そういえば言ってたやつ、蓋開けながら押しててダメですねってなって、でコンセントのなんか電気通ってるかで再生調べてて、コンセントは大丈夫ですねってなって、でもこれ本体のなんか部品がダメですねって言って、交換するんで待っててくださいって言って待ってたら覚えてた嬉しいなって思う。初音の方ありがとう。めっちゃ嬉しかったよ、あの洗濯機が電源がついた瞬間、蓋が開いた瞬間おめでとうゲートと、あ、おめでとう違う、おめでとうゲートはね、なんかねあるね、限定欄のところに愛のフラワースタンドってやつと、風船クマと、乾杯しようってやつと、金銀紙吹雪と、ショートケーキ、これがおめでとうギフトです。デニム多分色落ちしてたかな、あのピンクのパーカーがちょっと色落ちてた悲しい、ほんとに X ガールのピンクのパーカーめっちゃ気に入ってたの。こうやって間違いじゃん、あれやってね、おめでとう、嬉しい、ありがとうございます。キックでなった、そんなことあるか、山下さんとハイタッチしないよ、ごめんなさい、謝んなくていいよ、ありがとうね。洗濯機の前で反省会、なんで私が反省会するの、おかしいでしょ。ムーさん掲示の中、ムーさんはなんかすごいね、扉閉めてたのよめっちゃ気になってた、扉の奥が誰かいるみたいなメイジェリンデニムまだ販売されてかな、わかんないよ。でも買い直さないよいや多分大丈夫、デニムはでもそんななんか見た感じめっちゃ色落ちしてるなと思うのとか、大丈夫、蓋開けたらブーさん出てくるわけないだろあつおの方にあんこんは、動画はいつ頃公開、修理の動画撮ってないから、何でもないようなことが幸せだった時を思う、洗濯機の洗濯機の蓋開くのめちゃくちゃ嬉しいよめちゃくちゃ嬉しいうん、グランチさん風船クモありがとう、ありがとうございます。ねこんばんは、こんばんちゃ修理代かよ、修理代はね、あの保証を聞いて届けた、本当によかったよかった、いい順とかあるわけないだろ。二度目の方ありがとう。
デニムってさ、流して洗うと色落ちしない。あ、そうなの、知らなかったよ。普通にやっちゃった。あ、今日もデニム入ってるか、うろこえそうじゃん。え、普通に洗ってた。結構いい感じに色落ちしてくる。あ、そうなのね。しようかな、メリージェルのやつ。洗濯機もう一回回してさ、見た感じはちょっとあんま分かんないけど、まあじゃあまあやまた一個風船くんは間違えて投げたとかしてくるまた間違えちゃったの、返せないよ。ちょっと ありがとうね人生の親父に聞いた人生それなら、あのそれが悪かった、今日からするわ。裏返そう。内緒、好きな子に短編で彼が似合うんだけど、女性の服のサイズ好き。むずいね。人にあげるのサイズあるやつむずい。しっかりフリーサイズ、フリーサイズのやつ買っててばやけどあんまみんな知らなかった。裏返したりとか、ありがとうね、くさんありがとうね修理費浮いた分服買っちゃう。服なんか6点ぐらい買った。靴となんだっけ、靴とワンチュニックみたいな、シャツのチュニック、ちょっと長めの丈のシャツ、ワンピースみたいなと、ニットとブラウスとスカート2着買った。もう27分なの、やばいやばい、知らなかった時間今日めっちゃ話してたわ。めっちゃね、可愛くってさ、服届くの楽しみ。なんか上入って、そうよ、今日は猫耳です。ちなみに人の親父の服を買ったんだけど、渋沢栄一さん5人だった。すごい、いい顔をしたねこういうサイズ違ったらなんか、いや大丈夫よ、きっと寝すぎて見えない違う、今日はね耳生やしてみた生やしてみた。ちょっと歌うね、最後に。よいしょプーさん、ニーニー言ってるわ。はいはい、最後の曲チータギーテンアンスボテキンキキンステアキラカボテアンスクリシケンクダノンデアテイデスプリゲスルキノリテ、ライバル口を揃えて、まぐれまぐれ認めせて、マジでこれも全部ナビで歌うか、歌うよ。イサウィイサウィヤン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 、ブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前にアイテムがパクるピクロシアンカキューハートピリハンピーアイキャカにダンスピカイジアイカウンタピしてる前にし、タレウンダーの光見る生のアイス、それ愛し、俺パッとできないことばっか言いたいけど、ベリーハッピーアンキリてるアンキリてる周りに恵まれてる家族友達、もう反則的な地域の俺に任せとけばいい、教科書ないもん大衆連中パッと飲みしない鏡
今日あれだね、なんかカビカビじゃん。ありがとう。今日ダメだったわ。でもボブさんが歌ってくれたからいっか。グランツさん、レイモンスターありがとう。ありがとうございます。ブブさんが歌ってくれたからいいでしょう。一緒にブードが上手かった。ブブさんが一緒に歌ってくれてた。愛の手さん。めっちゃニャーニャー言ってた今日。どうしたんだブブさん。可愛いけどさ。ブルーさん。ブブさんめっちゃ泣いてた。あ、洗濯機直ったから喜んでんの、そういうこと。うるさいって言ってた、ブブさんが。うるさいって言うな。ランキングもかな、13位からランキングもですね。13位ミミさん、ありがとうございます。12位ヤシタさん、ありがとうございます。11位モズクさん、ありがとうございます。10位ケンケンさん、ありがとうございます。9位キヨナツさん、ありがとうございます。8位グランツさん、ありがとうございます。7位マサヒロさん、ありがとうございます。6位バトニーさん、ありがとうございます。5位ヤマケンさん、ありがとうございます。4位ティンさん、ありがとうございます。3位クロケンさん、ありがとうございます。ギャルさんのコスプレ。2位ヤンスさん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。今日もありがとう。配信2度目の方、ありがとう。明日の配信はお昼1回して夜2回か、1回か2回、全部で2回か3回する予定です。明日はお昼、朝じゃなくてお昼にします。ありがとうね、配信ありがとうございました。嘘つけないだよ。明日昼、今日なんか丸い、嘘、今日耳かけてないからか、なんとなくかけなかった、なんとなく、なんか本当はウルコの顔周りに髪をこう前に持ってきてウルコっぽくしたかったんだけど、なんかうまくいかなかった。うまくいかなかったけど、なんかうまくいかなかった。今日なんか可愛い、笑ってた、幼くカチューシャのせいじゃない、顔のせいじゃない、違う。じゃあ誘おうかな、また明日の配信でかな、明日のお昼の、ですかね。今日もたくさんありがとうございます。75万ポイント達成ありがとう。ご意ありがとうございます。ありがとうね。じゃあまた明日のお昼の配信で、ありがとうございました。またね、おやすみなさい。また明日。